はい、どうも、のすけです。マリオカートデラックスやっていきたいと思います。前回高評価250超えましたので収録に入ります。皆さん高評価ね、ありがたい。もうみんな優しいから、もうちょっと高評価ね、今回からちょっと、欲張りなんですけども、300超えたらね、次の収録入りたいと思いますので、皆さんほんまね、また優しさの高評価、よろしくお願いします。高評価300超えたらね、次のマリオカート収録しますんで、今回ね、カスタム、見てこの緑。めちゃくちゃ蛍光色でいきます、これね。目立ちたがり戦法を使います。これほら見て、ほら緑が緑持ってるよ。これ緑が緑の車に乗って緑を持つっていうね、この盤面ですよ。かわいいやろ。緑これ当たる。これ当たったらマジ不愉快な気持ちになるからやめてな。さあ1位のやつどうしようかな。トゲ待ちでいいか。トゲ待ちでいいや。メダルがちょっと少ないけど、ウルトラミタを解放。さあスタートかで。お前もうほんま一気にやる気をするからやめて。さあまあさっきの俺が悪いか。ブーメラン、特大ブーメラン。おお、なんかスタートが、なんかキノコとか、痛い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 。もう何が何か分からへんねんて。もうとりあえず分からへんから使うよ。キノさん、あと何周。いやーあと50周ぐらいしようぜ。もう俺食らったし、50周は日が暮れるわ。日が暮れる。さすがになんじゃこれ。いってお前、最低な人間女、後ろにブーメランとか。お前もう助けたよ。もうわけわからなくなってきたこのゲームのことが。しかもトゲトゴールとか引いたともに一つも得しねえんだよ。どけー。もうなんなんこれ、さすがにひどすぎんこれ。もうみんな困ってたやろな、こんな。3、2、1、ゴー。さあヘイホー頑張ってな、頼むで。しっかりまずはコイン回収マックスいきます。はい、行きましょう。さあここしっかりね、こうやって、アイテムをしっかりと、シングルアイテム単体、避難策やっていきましょう。こういう防御アイテムを大切に使う。なんでやねん。バナナ仕事しろ。キッズ3枚補充するか。いやーちょっと痛いな今の。このキノコどうする。まあ、キウイとかか、俺。キウイとかやったらもうあれやな。アイテム取りに行ってもいいな。アイテム全然取りに行きましょう、これ。オッケー。ノーショートカットからね。アイテム取って、ここで行きます。うわー、ファイヤー食らうな、食らうな、これ。逃げよう、早く使って。あいつファイヤーボール持ってた。ここは一旦突き放す。さあ、こっから、一発もぶち当たらずに行きましょう。さあ、しっかりアイテム見てね。慎重に。あ、ファイヤー来てんな。ただこれは、俺まで届かないでしょ。さっき突き放しといたから。あのファイヤー対策のためにさっき付け直しましたから、ここアイテム濃厚感で OK です。さあ陶芸像危ない。よしいいよ、赤ゴラゴラ。うへえ、スターはまだかな。まあここダブルで交換して使おうかな。よいしょ。でここ天空落ちると見せかけて落ちない作戦でいきます。さあパックンが逆に混乱したな今俺にぶつかって。パックンがスタートーニーに当たってきたから使います。さあいいよ、さあいいよ。さあメダルもマックス。赤さんか、これ仕掛けな、負けるな。仕掛けましょう、どんどん。一つでも順位上狙いたいんで、まず一発。あー赤消えるかな。フル解放、やばい、やらかした。よいしょ、ダッシュボードリカバー。よいしょ、緑スナイプ。あ、誰、あ、ミスター、ミスター、ミスター、みんな右行くべきやったわ。ごめんごめんごめん。緑スナイプに気を取られた。うわー、連打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 。6位か、まあ厳しかったけどな。ちょっとこれ俺下手くそだったな。なんかアイテムの使いどころが悪かったっす。レンチャンミュート、マジこれは強いやろ。3、2、1、ゴー。さあ部屋はね変わったんですけども、まさかのまさかのね、はい、レンチャンミュートしてきました。さっき俺ミュートして走ってるから、これ一回俺ね試走してるんで、試し運転してるんでね、もうこれ勝ったでしょさすがに。2回目でミスらへんやろそんなん。何回ミスるそんなに。さあ緑コーラ適当に解き放っていくわ。さあメダル回収から赤ゴラやめてね。よし、こういう防御アイテムを大切に使っていこう。
でしっかりノーアイテムのショートカットの準備もしていきます。ここでこっからこうやってね、よいしょ、下手くそ、僕できないんだったあれできる人どうやってんのやろな。なんかミニターボめちゃくちゃたまりやすいの使ってない？なんか次もう一回リベンジオブザやっていい？あ、やばい、トゲゾーン音がする。オッケーオッケーオッケー、赤ゴーラー、さあ直撃させていく。あ、スター来た。まあ別に、まあショートガットなくてもいいかも。無理な攻める必要ないよね。跳ねのけられる、アウトへ、アウトへ回ります。いっても不愉快になるやろうがまあそりゃそうや、どけ、あーくそ、よし使うか、もう連チャンや、もう雷来るかもしれんしな。さあもうとお前もう50回でも500回でも跳ねだろうわこれスターの時だけめっちゃ強気っていうね。ダブルアイテムちゃうからな次。まあスター引けるとは思うけどな、雷次第の噛み合い次第やな。もう使うか、もう雷引かれたら負けるし。ダブル取ります、今ブレーキしてね、ダブル取りました。お化けナイス、ここおっしゃ来た、キラー解放、あれショートカットから行けばよかった。いや突き放せ、1位は1位の人抜け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 、あーやだこれだからマリカやめらんねんだよな。そんなことあります面白すぎるやろこのゲーム。3、2、1、ゴー。さあこのまま逃げ切りたい人言いたいけどな、これキノコ取られたやつに絶対戦闘取られるからな。コイン回収だけ行くわ。まあ背中向けられたからしゃあないな、食らったら終わりやから一旦落ち着いていく。まあノーアイテムで十分、普通に走るだけでいいっす。ちょっとごめんなさいさっきの試合のフィニッシュで、うん、あのさっきのレースの最後にちょっとあの叫びすぎて喉ちょっとね、痛くなっちゃった必死こいて1位を願ったから、さっきの試合ね、ちょっと喉がやられたぜ。まあしゃあないしゃあない、ちょっとメダル回収してあのぐだらんようにしっかりいきます。さあメダルメダル、オッケーオッケー、ありがとうございます。コイン大事やからね、7枚、よし、ここもノーショートカットでコイン取ります。オッケー、10枚になっていく。もうフル交換で当然スナイプしていく。オッケー、5位浮上でメダル10枚なんでプラン通りめちゃめちゃいい。よいしょ、早いな、やっぱメダル10枚はスピード感あっていいよね。さあこの木下のショートカットで使いましょうか。あ、青ゴーラ、青ゴーラがいった。しかも木下じゃなくてマキシマムダッシュ来てんな、マキシマムダッシュ当たっちゃってんね、昨日あのキンキノ当たっちゃってる、キンキノ来たね。ジャンプアクションする。さあここ被弾から一気にブーストするかも、仕掛けます。赤ゴーラやめて、いっけー、これが俺のパワフル出しキノコだ。あー前のモーター早い、全然追いつかないんだけど、こんだけ使ってもコインコイン。さあ2位か、トゲゾウ打たへんから誰か。さあ 前の悪い時グダったか、いやグダってない、ラグだけ、ラグだっただけや。さああえてなんか調整しよったな、うっぜその調整邪魔だよ、あ無理か、潰しちゃえ。紫ターボからインコース、え来た来た来た、インコース、やった、やった、違うじゃん、僕の勝ちと思ったレート5万のやつが最後どっかから現れたな。今の俺1位と思ったよね、インコースから脱いだから。3、2、1、ザコー。さあ兵法鉱山ね、俺兵法使ってるから、ここで負けたら一番みっともないような、兵法を使ってる人間が兵法鉱山で勝てなくてどこで勝てんだって話、うん、そういう議論始まっちゃうからね。いやーメダル2枚スルーしたな、ラインがちょっとガバガバや、甘い、よいしょ、まぁ、あ、ちょっとどけ、あバナナバナナバナナ、ごめんごめんごめん危ね、あー俺じゃないね、
ジャンプアクションする。コイン回収する。よし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 。いいね。さ、悪い人が、やっぱあいつ早いな。レート5万やからさ。ノーアイでもショートカットとかもう、熟知しちゃってるから。やばいな、あいつは。あいつはちょっともう、青ゴーラとかで仕留めるわ。どけ！無理か。せめて君の赤コーラ破壊したかったんだけどな。さ、インコースから抜きましょう。ナスリ、アクセラナスリ付き合い始まると思ったけど、まあ、1個使ってリカバーするか。しゃあない、これは。さっきのも、食らう覚悟で俺はインコースに突っ込んだからね。たまたまクッパの方が早かっただけ。カスタム的にな。ここはちょっと防御で置いとこうか。後ろなんかあれやもん、ミラクルエイト持ってんもん。あんなに赤ゴーラ解き放たれた日にはもう終わりや俺。さっき生かしてから行こうか。解放します。よし、ミラクルエイトを先に生かして、よいしょ、 OK です。でトゲゾゴラも行った。で5位やろ、ちょうどいいやん。ただ1位めっちゃ離れてんな。トゲ1個分は余裕で離れてる。スター来い、使うか。スター来た。よし、また俺が雷噛み合わせれば、雷回避を噛み合わせれば勝ちまである。ジャンプアクション。さあ次ダブルアイテム必須。来た、雷来い。無理ですよね、昨日3番目。うわー、使うか。ちょっとで燃え尽くしかない。赤ゴーラーダブル、バナナか。スーパーミリタップ解放からバナナ攻撃。まあ3位か。まあ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 、平洋鉱山で3位入選なんでギリギリセーフ。3、2、1、ゴー。さあマリオサーキットやっていきましょう。シンプルなステージ。さあ悪い人についていくよ。さあ悪い人インコースからもうどんどんスリップストリーム取って抜かす俺は。はい、パックン危ないから、いやーん、お前よ、ちょっとそらしたのに。明らかに俺アウト回ったよな。あれもしかして再打ち通ったら大丈夫とかある？ないよね。もうパックン嫌いやねんな、ほんま。パックンによう食われんのな。ほんまあかんわ。さあ、メダルメダル。アウトメダルいきます。さあ、ファイヤーで潰し合いか。危ない危ない。その、チンタラ戦法やめて。チンタチンタで撃たれたら俺に当たっちゃうやん。さあ、ここは長い飛行時間をね、駆使していった。さあ、アウト3枚。からのメダル。やべ、あいつファイヤー持ってる。大丈夫か。うわー、狙ってきてる。さあパックンいないうちに、オッケーオッケー。パックンが今食ったの見たからちゃんとインコース通ったよ。パックンの挙動注目やな、ほんま。さあ悪い人が前におるな。さあここは緑、この豆ご飯危ねえ。そうそう、豆ご飯これ交換できないですね、簡単に。これでちょっとガード固めとかんと危ないわ。さあよいしょ。まあ一発ちょっと威嚇射撃。さあアイテム取れないでいく。さあクラクション見せつけていくよ。ダブルアイテムをねちょっと、うわうわ、なんか来てる。使うか、ちょっとひるませて、でこれでトゲザー誰か撃て。撃たないか。赤ゴーラ一発威嚇射撃いくか。いくか。ブーメラン、ブーメラン、キノコ来い。いやー甘い、アイテムが甘すぎる。でもあいつは仕留めれる。よいしょ、赤ゴーラ危ない危ない危ない。2位滑り込み、なかなかいいんじゃないですか。なかなかいいよ。あ、悪い人はあいつ10位まで下がっちゃった。俺がぶち当てたら3、2、1、ゴー。さあ動物の森ミラーです。雪やな、雪、雪景色のミラー。まずはベルをね、どんどん使っていく。ここ間、勝ち割るからね。全然無理でした。まあ、コイン回収しよう。ちょっとグダった分ね。グダったならば、これ下ルートでコイン回収します。うん。もうコインだけを考えていく、1周目、まず。もう順位どんだけ下がっててもいい。10枚にすることだけを考えて、立ち回りましょう。どうせ後でスタートがね、キノコとかで追いつけるんで、このゲーム。8枚、9枚、OK。いいね。で、ここもアウトのコイン取りに行きましょう。はい、11枚。あ、できなかった。まあいいや、適当に巻き散らすぞ。巻き散らしてと。
オッケーオッケーオッケー。さあベルがねマックス。いやーいいな、この BGM がね良すぎんのよな。泣けてこへん、この冬の動物の森。シンプルに泣けてくるな、もう泣きそうやわほんま。BGM だけでもうね、なんなんだろうな、この懐かしさであったりとか感動がこみ上げてきちゃうっていうか、うん、そんな感じっすね。さあトゲゾウ譲りしてくるか。トゲ譲りなしか。じゃあもう抜けてるか。うわー、なると思ったよ。まあいいや、絶対なると思った。今のは下手くそすぎたな。サッカーゴーラか。さあアウトから回っていきましょう。いやー、しかもそこでキノコ取られんのか。いやー、グダグダやなこれ。みんなグダってるから。よいしょ。まあ、ここはもういいや。テレサさっき来たからもう使います。設置。いやーでもこれ勝ちはないかな、さすがに。キノコ引くな。あー、キノコ引いてるかですよね。やばい、3位死守しろ。4位かよ。まあ悪くないけどね、悪くない、非常にいい感じだったかなと。トゲ一緒に食らったのがミス、それぐらいですね。3、2、1、ゴー。てっ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 てれて、あてってれてれてやね。これ最高。ヨッシーサーキットはもう大好き、ほんま大好きよ。このステージはもう神コースやと思ってるから、ここ一番好きやな。なんか前はピーチサーキットとか一番好きやったけど、ここ一番好き。一番ほら、このコーナリングがね、もう俺のためだけみたいなもんやから、めっちゃ好きなんですよね。ヨッシーサーキットもやっぱ DS 時代からね、俺マリオカートよくやってるんでね、ほんまありがたい。こんな熟知してるから、何百回走ってるからね、知らんけど。いやでもほんまにそんなもんやわ。さあこれは食らっていきます。でくどげー、うん、腹いせ攻撃。まあ今の防衛はちょっとな、見えとったけど、もうかわしようないやつなんでいいやと思って受けました。さあ、うーん、コイン、うわー、コイン取らなきゃ、増えなきゃいけないはずのメダルが減っちゃった。えー、もうまあいいか。ここのロングキラーあるんで、もうそれにかける。ヨッシーサーキットといえばやっぱロングキラーっすよね。きた、あるよあるよ、全然ある。ここで雷とか、え、今雷来たよね、確か。今雷来たと思うんで、こっからもういけるっしょ。メダルも6枚まで浮上させてるんで、キラーでどこまで上がれるかやな。アイテムしっかりちょっと厳選したんで、で、メダル10枚にして、インコース。よし。さあ、ラストのロングキラープラス、後続のゴールドピーチが雷打てば、まだ勝ちまである。うつむき、その背中に痛い雨が突き刺さる、祈る想いで見ていた。ブランドオリジン、2、1、このように1、ここ、キミケー、伸びろー、押した、きた、ブランドオリジン、2、1、1位スター。やばすぎるだろこれ、最高かよ、やべえなマジで。プラン通りすぎたな。はい、ロングキラー一撃でもボワーンいったな、最高。これだからマリカやめらんねえんだな。はい、ご視聴ありがとうございました。